さて FM485 の時間のゲストはもう本当にお会いしてこのお話をしたかったですね。塚本慎也監督よろしくお願いします。よろしくお願いします。塚本監督といえばもう鉄王でね、劇場映画デビューしてもう89年、僕らがちょっと高校の頃ぐらいですけど、そうです、ね、一番こう、はい、僕らの時代のこう多感な時期に結構話題になりまして、はい、ビデオで見たいビデオで見たいって映画館にねやっぱり行けない時代だったから、でその後もたくさんの映画を撮られて役者さんとしてもこう非常に、活躍されてるんですけども、昨年、これハーチューね、伸びという映画があって昨年大変話題になったんですよ、うん、これがあの劇場公開関数はその大きくないくだったんですけども、この、まあ、ある意味こう単館と言ってよろしいんでしょうか、公開という人、ミニシアターですよね、ミニシアター系、いわゆるあのシネマコンプレックスみたいな感じじゃなくて、はい、もう全国のこのミニシアターをずっと回っていった感じで、はい、81巻ぐらいやってくれました、ね、はい、結構多かったんですね、そういうミニシアターとしてはですけどね。戦後70年の年だったんですね、はい、たまたまで昨年、まあ、この「のびと恋人たち」という映画が2つすごくやっぱりミニシアター系も含めてこう話題になり、そしてまあまあいろんな賞を取ったりとか話題になっていました。で DVD になって、僕はどうしても映画館に行きたかったんですけど、もう連日すっごい混んでるってうちのスタッフが言うんで、でうちの映画ねパーソナリティの人みんないいいいって言うんですけど、行くタイミングを逃してしまい DVD が出たのでずっと予約していて見て度肝を抜かれました。この伸び、大岡翔平さんのね、有名な、結構小説というかあれ体験記小説、どういうんでしょうね、あれはね大岡さんの体験を元に書いたフィクションですね、でももう本当に体験してないと絶対書けないようなエピソードがいっぱい入ってますね。でも一応フィクションなんですね。高校によっては結構ね生徒に読ませるところもあるらしいんですよ。前ね教科書に入ってたんですよね。あ、そうなんですか、だから結構皆さんよく知ってる人が多いですよね。なんかね、やっぱ読む世代によってはかなりトラウマになるような、衝撃の、監督自身も結構高校ぐらいの時に読まれた。僕もね高校生の時に読んだんです。どういうきっかけだったかはっきり分かんないんですけど、はい、ちょっと日本文学だいぶ読んでたってこともあるし、はい、多分学校でも教わったのかもしれないですね。でやっぱり衝撃を非常に受けてもう頭から離れなかったですね、ずっと。この伸びの映画の方は、まあ、一言で言うと戦争ものでございますね。フィリピン第二次世界大戦末期のフィリピンで、まあ、一人のこう塚本さん演じる兵士がさまよっていくんですね。もう食い物がとにかくないと。その中でもう敗戦ムード濃厚な中でどんどんさまよっていく中で食べ物がない、苦しい、どうしたらいいっていうところで、いろんな兵士同士のちょっとした騙し合いとかがありながら、激しい戦争シーンが別にあるわけではそんなに特に前半の方はないですよね。わーって戦い合うシーンがない、本当に自分一生残ったのはもうすごい綺麗なもう大自然と、そこで人間だけなんでこんなにちっぽけになっちゃってドロドロでどうしちゃったのっていうような感じの対比をずっと描きたいと思ってたんですね。ですからそんな小説もそんな感じでしたね、印象は。そうですよね、でもなんかその中でやっぱりあの食べ物がない、苦しんでいく、で人が死んでいくっていう様があって、まあこれね、内容言ってももう僕はもうもっと見たくなると思って言いますけども、もう人が、撃たれ、手が取れて腹から腸が出て、頭が弾けてっていうシーンがまあありますが、今まで戦争もので結構いくつかそうやって結構残酷な表現をしてきた映画がありますが、それはなんて言うんだろうな、結構それなりに皆さんこう、なんかスピルバーグとかもノルマンディとかも結構激しかったですけども、でもなんかそんなものとはもう全然また違って、例えば戦争でパンって腕が取れますよね。腕が取れたシーンは結構基本はみんな引きで取っているんですけども、あえてそこを寄りますね。で、パーンって頭が弾けた、頭から脳みそが出てくるわけですよ。その瞬間にそこに寄るんです。そこに寄って、それが踏み潰されていくシーンも全部見せていくわけですよね。それが戦争なんですよね。そうですね、でもねあのシーンは最初は実は撮ってなくて、はい、編集してだいぶもう出来上がる頃にもともと戦争の恐ろしさを描こうと思ったのになんか足んないっていうんで付け足したんだね、一番乱暴なあの脳みそ飛び散ってあったりするシーン、それがちょうどその後にベネチア映画祭で初めて上映した時もちょうど賛否両論の分かれ目になって、もうちょっと暴力的すぎるっていう人もいれば評論家でですよねの方で、でいやいや戦争ってのはこういうもんだからこのぐらい描かなきゃもう全然しょうがないんだっていう完全に分かれて、それでそのまんま分かれたまんま来て今はまあやっぱりなければ絶対ダメだったんだなと思ってますけどね。
もうやっぱりね、その中で食べ物がなくなって、もうとんでもない方向に行くわけですけども、でもやっぱりなんか戦争の映画って何のために描くかっていう、まあこれ議論はいろいろあると思いますけども、でも戦争ってこうなんだよっていうことで、やっぱり、僕らは、まあ、ハーチは30でしょ、俺やっぱ44歳で、70年生まれなんですよ。で、70年前、70年に生まれたということは、まあ、戦後、まあ、実はまだ30年も経ってなかったりとかするときに生まれてんだなって自分が意外と思うんですよね。僕もね、生まれたのが15年後なんですね、戦争が終わって。はいはい、ただ、やっぱりもうその時高度成長期で、ビルがどんどん伸びてますんで、はい、戦争の実感は実は全然ないんですね、はい。今の若い人とほとんどあんまり変わんないぐらい全然なくて、はい。そういう意味じゃ、全く戦争の感じが分かんなかったんで。ですから自分もこう戦争体験者の方に具体的にインタビューするとかしてやっと少し実感が分かってきて、でそういうあの聞いた話をのびのその映画の中にこう注ぎ込んでだいぶ実感してって、で作ってもまだでもですね実感しきれないとこあったんですけど、最終的にだんだん実感したのはもう映画をこうミニシアターで全国で回して、その時に皆さんが感想の代わりにいろいろ感想が言えないんですね皆さん、うんうん、その代わりにこうあの自分の身内の話とかをこうちょびっとしてくれるんですけど、うん、それを通してだんだんイメージが膨らんでいって、うん、やっぱりこの映画に描かれていることっていうのはもう一見 SF のようにすごいことですけど、うん、まあ、本当にただあったことなんだと、それもたくさんあったことっていうのが分かってくるんですね。今その SF という言葉が出るんで、まあ、僕も見た感想というか、これも誤解を恐れずに言いますけど、まあ、ホラー映画というジャンルがありますよね。ホラーってこう血が飛び散ったり、うわーって殺される、でもそれはホラー映画なんですよね。ホラー映画という、起きないだろうと思ってるからホラー映画というふうに言うんですけども、僕は見てこう、うん、あの映画のあの瞬間を見た時に、戦争というのはホラーなんだなという思うわけですよ。でもそれがホラー映画というのは現実に起きないと思ってるからホラー映画っていうわけで、だけど戦争ではホラーで起きてることが現実に起きているのだということを、すごくあれを見てより実感しました。そうですね、そこがだから良かったですね。あの確かに映画化で中で描かれているのはもうホラーだったりゾンビだったりするような、はい、ゾンビの映画と同じようなイメージのシーンがいっぱいあるんですけど、ただやっぱり皆さんはこれゾンビでしょって思わないで、ついこの間ほんの70年前に実際にあったことだってことをやはりこう思って見てくれて、うん、それで皆さんが大きく反応してくださったというのが嬉しかったと思います。例えばウォーキングデッドで人が人を食いちぎるシーンがあっても、それはウォーキングデッドというものの中じゃんと思うんですけども、でもそれが起きてるんだっていうことを、やってたんだっていうことを改めてぐっと押し付けられてる感じがして、だから僕らが小学校の時に図書館に裸足の弦があったんですけど、やっぱそれを読むのが怖いんだけど、正直好奇心もあって、こんなことあったのっていうのと、物語が残酷で、だけど、えっていうので見て、うわ、怖いっていう、怖いっていうか気持ち悪いと思いますよ、正直。だけど、そういう感覚を今の、まあ、中学生、高校生が何でどう感じるかわからないですけど、これを多分、例えば体育館でも公開したら、うわーってなると思いますけど、でも僕、それがすごい大事だなと思いまして。それはね、これからもまだその伸び去年で終わらないで、なんとかこう、悲劇場って、そういう学校とかそういうところでもやっていきたいなって強く思ってるんですけどね。はい、なるべくこう、若い人も、中学生以上の人にはまず見てもらいたいなって思ってるんですけどね。でもこの監督が今まで作ってきた作品から一転してというか、全く違うように思えるんですけども、でもやっぱり中でのその撮影のその技とか技術とか、ああいう風にこう戦争での悲劇の現場をあのように表現するというのは、やはりこう鉄夫の時から脈々と受け継がれているこう監督のなんかこう、やっぱそこはすごいですよね。まあ、本当に今まで自分なりに培った技術をこの伸びに、はい、もう全部導入したような感じですかね。はい、もう本当に予算とかないんですけど、はい、あとはもう本当にトンチとか知恵とかですね、そういうのを一生懸命働かして撮る感じですよね。でもみんなガリガリじゃないですか。ほとんどこのボランティアのキャストさんとか、あるいはこうボランティアで募集したスタッフをやる条件が痩せてて、ひげはやかしてて、日焼けするっていう条件で、要はキャストもやるという、スタッフだけダメよとか、キャストもやんなきゃダメよっていうんで、みんなこう痩せててひげはやかしてくるのはもうね、それが条件だったんで。あ、そうなんですか。ええ、あれ撮影はあれはどこ
で撮影はねたくさんなんです。あのフィリピンでメインのイメージ、フィリピン の、はい、設定ですから、フィリピンに見えるようにまず一番大事なのはフィリピンで撮るんですけど、うん、でもそこで撮ったのはもうほとんどその田村一斗で僕が演じてる、うん、僕が出てるシーンだけなんですね、ほとんど、はい、あとちょっとありますけどもちろん、はい、であとはみんな日本で撮ってるんですね。沖縄とか、あと仕掛けがあるシーンはあの深谷っていう、はいはいはい、あの埼玉の群馬に近い埼玉を、はい、撮ったりとか。あの戦いのシーンは、あれも埼玉ですね。あれ夜ですからね、あのあそうですね、本当 の、あの向こうで撮る必要はないんですね、うん、照明も必要ですね、いやこれね俺ねハーチューとかも見たらびっくりしちゃうと思うんですけど、はい、いやもしかしたらもう見ながらおじっこ漏らしちゃうかもしれないですよ。でもそれをねやっぱねやっぱ感じなきゃダメですね、やっぱり。そうなんですよ、ぜひね見ていただいてですね、ちょっとこうもう半分ぐらいもちびりながら、はい、あの見ていただくといいんですけど、ね、なんか僕もやっぱり今子供が0歳ですけど、これは本当にある年齢になったら見せなきゃなと思いました、うん、とかって言うかもしれないですけど、やっぱりこれを知っとくっていうことと、そうですね、うん、一応ね PG12 っていう あのあれがついてるんですけど、小学生は、まあ、親の、はい、許可とともに一緒に見てよくて、12歳以上はもう自分の意思で見れますんで、中学生以上の人はもうどんどん見てもらって、小学生の人はまあちょっと中学生になるまで待つか、その子供の成長に合わせて、人によってはもう親と一緒に見てもらったらいいんじゃないかな。そうするとちょうど僕も裸足の件とかやっぱり子供の時にもう見てもうトラウマになりましたから、すっごい怖かったですよね、そういう感じが必要だなと思うんですけどね、絶対に、はい、このタイミングで撮ったっていう何か理由があるんですか。このタイミングで撮ったのはですね、やっぱりあのなんか非常に撮りづらい この映画が、僕これずいぶん前から撮りたかった映画なんですけど、なんかこう世の中の風潮がこれ撮りづらい感じになってきてると思って、もっと先延ばしするともう撮れなくなるかもしれないんで、まあちょっとあの条件は全く悪かったんですけど、具体的に言うとお金全くなかったんですけど、もう今撮んないとこの先ないっていう感じ で始めたんですね。いやすごいすごい熱意が、こんな作品を作り上げるんだなと本当に思います。皆さん本当にびっくりするかもしれないですけど、僕はまあお昼に見ましたけども、はい、もうちょっと夜に見る勇気がなくて、でもお昼に見ました。でも良かったです。今まではねやっぱり劇場じゃないとこ の体験って、ちょっとこの劇場体験がじゃないとダメかなと思ってたんですね、 DVD とかで見るんでは。でも DVD で見ていただいたんですもんね。僕は DVD で、だから音をなるべく大きくして大きくして誰もいない時に見ました。誰もいない、ね、妻が子供と出かけてる間に見ようと思って。そうですね、それでその中でも、まあ、これ映画館で見たら、まあ、とんでもないことになってる人もいるかもしれない、うん、まあ、だからこれだけ口コミで広がったのかもしれないですけど、本当にこれはねあの見ていただきたい映画でございます。ノビのブルーレイ DVD 発売したばかりなんで、ぜひもうちょっと見ていただきたいと思います。後半は、またさらに作品の話を聞きたいと思います。さあ、この時間は戦争映画のノビの監督主演を務められた塚本慎也監督を、お迎えしております。ノビの制作をまとめた書籍の出版も準備中。そうですね、あの8月の頭ぐらい、また次の終戦記念日の前には出したいという。どのような本になるんでしょうか。あのね、その映画 その最初の成り立ちから、はい、去年とにかく1年あの劇場日本中回ったんですけど、はい、その劇場アンギャ の様子なんかも全部入れて、ただまあ自分が行きましたってだけじゃなくて、ミニシアターの今の在り方とかですね、それをこう客観的な目線でもこう語ってもらって、ちょっとその僕だけの目線じゃなくて、いろんな目線でそのノビの去年の現象みたいなことをこう見つめていただくっていう感じの本になりそうですね。目黒の劇場でも公開を。そうですね、明日からやるんですね。これがね、あの前のノビ、市川崑監督が作ったノビと自分のその新しいノビの2本立てなんですね。あ、市川監督も作られて、市川崑監督はねもう50年前、56、7、8年前ですね。結構生々しい時にまだ作ってる、ね、そうですそうです、はい、その2本立てで明日そのトークさせてもらいます。はい、目黒シネマですね。あ、それも面白い。どういう感じで違うんでしょうね。ねえ、僕もだから、いやこの市川崑監督のノビは僕すごい影響を受けてるんですけど、ただ自分のノビ作る時はもうそのこと全く違う観点で描いてるんで、だから明日も自分で何か何を語るか決めないながらに興味深いですね。自分が何を喋るのか、はい、どういうとこが共通してて、どういうとこが共通してないのかという。さあ、そして6月2日より3ヶ月連続で代表作7作を、ニュー HD マスターですか、これ初ブレイレーか。
ですよ、新谷塚本ブルーレイソリッドコレクション発売、もう先ほど僕話しました、もうこれ作品に影響を受けてる方たくさんいるでしょう、鉄道鉄道2、他にも東京フィスト、ボディハボディハンマーハンマーですね、バレットバレー、6月の蛇、ビタールヘイズ、もう本当塚本さんたっぷりと、これ初期の頃のですね、まだだから当時はそのデジタル化してない映画ですね、はい、これを全部もう一回きれいにデジタル化してで見ていただきたいという、もう前と全然違うあの絵と音にまたなってますんで、ぜひこれ見ていただきたいですね。これでも塚本監督こういう作品を一作撮られるとこの後の作品って非常にこうまあ期待するこういろんな期待する気持ちが出てきたりとか、どっちに行くのかなとかって思った方もいると思うんですけど、なんかあるんですか？ないですね。なんか社会派の作品にわーってどっぷり行くのかなとか。ないですね。おそらく全然違うんじゃないでしょうかね。まあ頭の中にいっぱい考えてるのあるんですけど、ただまだやっぱり伸びのことがもっと完全にきっちり終わるまではちょっと次のとこまでまだいけない感じですね。確かにこの作品を、ね、監督にこんなこと言ってますけど、この作品を作ってしまったことにすごく大きな責任がありますよね。そうですか。あると思います。やっぱりこの作品を作って人に見せるということに対してのやっぱり作ってしまったすごい作品だからこそ、ね、そのまあ、ね、ご本人はそんなに意識してなくてもいいんですけど、ね、やっぱ作ってしまった責任というか、うん、つけられたものをやっぱ語りたくなる人も多いじゃないですか。いやもうそのぐらいの方が僕はもう光栄ですね。そうですか。もう十分に責任取っていきたい気がしますけどね。それがすごいと思います、やっぱりこれをみんなが見たら1万人が1万人、ぶつけたくなると思うんですよ。ぶつける、ぶつける、監督に感想も含めてぶつけるのを、それを受け止めるのもすごい大変だろうけど、結構ですね、いや皆さんもうぶつけてくださってですね、ただね皆さんあんまりこうバーッとぶつけるんじゃなくて絶句って感じでしたね、見終わった後。ですよ、はい、ちょっとしばらく動けなかったんですよ。中学生とかがこう並んでくれてですね、僕に何か話したくて1分か2分ぐらい、後ろに結構行列があるんですけど喋んなかったりとかですね。でもそういう様子見て嬉しかったですけどね、なんか伝えたいっていう気持ちが伝わってきて、でも感想はないんですね。これまたね、はい、リリー・フランキーさん出てるんですけど、リリーさんがねもうまあこれにまたこのあの役をやるというすごいですね。リリーさんはね、はい、もう今ノリノリですよね。ノリノリの中でこの作品にいるというね、超ムカつくんですよタバコのね。素晴らしいですね本当に。まあエンターテインメントと言ったら怒られるかもしれないですけど、そこでもすごいと思いますし、本当に面白いと言ったら怒られるかもしれないですけど面白いです。本当にぜひ見ていただきたい、面白いって言ってくださったのは初めてかもしれませんね。はい、でも面白いとは確かに誰も言わなかったですね今までは。なんか言っちゃいけない気がするんですけどでもやっぱり作品って面白く面白くないかで分けると思うんですけど、それで言ったらすごく面白い。ああじゃあよかったです。はい、はい、だからびっくりする。映画ができた時はね、確かに映画って面白いか面白くないかなんですけど、面白いのか面白くないのか分かんないなと思ってできたもんですから、どういうものを僕作っちゃったんだろうって思いながら不安とともにですね全国歓迎してたもんですから。でもこれだけ心が揺さぶられるっていうことは面白いということで、だという自分の中で思うようにしてます。なんか面白いって言ったら怒られる作品っていっぱいあるんですけど、でも面白いと言ったら怒られるっていうから面白いんだろうなと思うんで。はい、そちらの、6月2日より3ヶ月連続で代表作7作が出ます。塚本慎也監督の様々な作品、そして目黒の劇場、で、公開します。週末、そして、のびの公式ホームページでは自主上映を受け付けていると。そうですね、はい、自主上映もあの学校とかですね、それこそ、うん、あのいろんな上映をとにかくしていきたいんですね。全国津々浦々にとにかくもう届けたいっていう気持ちが強いんで、はいはい、もう上映もやってもらいたいし、ブルーレイ DVD ももうとにかく借りてもらって、あの特典映像もかなり凝ったの入ってますんで、なんでこの何十年もかけて作りたかったのかって気持ちもこうそこにしっかり描かれてますんで、ぜひそれ見ていただきたいんですね、あの本編と一緒に、はい、こちらの方を、はい、
ぜひ見ていただきたいと思います、みんなで集まってね、上映会するっていうのもいいと思いますよ、終わった後に本当話したくなる作品です、それをやってもらいたいんですね。そうですね、終わって何これ何なのって感じでよく話し合ってもらいたいんですよね、今週見てから50人には話してます本当ですか本当です、ありがとうございます。でも本当に言わないと自分の中で消化できない、このねレトロのやつをですね、あの3本買ってもらうとですね、僕ねアナザージャケットっていうのを今度作ったんですね、はい、あの可愛いイラストを描いてですね、デザイナーの人と相談して、はい、あのやったの、これがねあの全その7本分のが必ず間違いなく当たるんで、これぜひですね3本急にあキンドになってますけどね、はい、あの買っていただくとそのアナザージャケット可愛いのありますんで、はい、ぜひこちらの方じゃあ買い求めくださいということで、はい、この時間のゲスト本当ありがとうございました。ありがとうございます、深夜監督でした、ありがとうございました。ありがとうございました。がそれはなんて言うんだろうな、結構それなりに皆さんこう、なんかスピルバーグとかもノルマンディとかも結構激しかったですけども、でもなんかそんなものとはもう全然また違って、例えば戦争でパンって腕が取れますよね、腕が取れたシーンは結構基本はみんな引きで撮っているんですけども、あえてそこを寄りますね。で、パーンって頭が弾けた、頭から脳みそが出てくるわけですよ。その瞬間にそこに寄るんです。そこに寄ってそれが踏み潰されていくシーンも全部見せていくわけですよね。そこ、それが戦争なんですよね。そうですね、うん、でもねあのシーンは最初は実は撮ってなくて、はい、あの編集してだいぶもう出来上がる頃にもともと戦争の恐ろしさを描こうと思ったらなんか足んないっていうんで付け足したんだね、あの一番乱暴なあの脳みそ飛び散ってあったりするシーン、それがちょうどその後にベネチア映画祭で初めて上映した時もちょうど賛否両論の分かれ目になって、あのもうちょっと暴力的すぎるっていう人もいれば評論家でですよねの方で、でいやいや戦争ってのはこういうもんだからこのぐらい描かなきゃもう全然しょうがないんだっていう、完全に分かれて、それでそのまんま分かれたまんま来て、今はまあやっぱりなければ絶対ダメだったんだなと思ってますけどね。もうやっぱりねその中で食べ物がなくなってもうとんでもない方向に行くわけですけども、でもやっぱりなんか戦争の映画って何のために描くかっていう、まあこう議論はいろいろあると思いますけども、でも戦争ってこうなんだよっていうことで、やっぱり僕らは、まあ、ハーチューは30でしょ、俺やっぱ44歳で70年生まれなんですよ。で70年に生まれたということは、まあ戦後、まあ、実はまだ30年も経ってなかったりとかする時に生まれてんだなって自分が意外と思うんですよね。僕もね生まれたのが15年後なんですね、戦争が終わって、はいはい、ただやっぱりもうその時高度成長期でビルがどんどん伸びてますんで、はい、戦争の実感は実は全然ないんですね、はい、今の若い人とほとんどあんまり変わんないぐらい全然なくて、はい、そういう意味じゃ全く戦争の感じが分かんなかったんで、ですから自分もこう戦争体験者の方に具体的にインタビューするとかしてやっと少し実感が分かってきて、でそういうあの聞いた話をのびのその映画の中にこう注ぎ込んでいって、だいぶ実感してって、で作ってもまだでもですね実感しきれないとこあったんですけど、最終的にだんだん実感したのはもう映画をこうミニシアターで全国で回して、その時に皆さんが感想の代わりにいろいろ感想が言えないんですね皆さん、うんうん、その代わりにこうあの自分の身内の話とかをこうちょびっとしてくれるんですけど、うん、それを通してだんだんイメージが膨らんでって、うん、やっぱりこの映画に描かれてることっていうのはもう一見 SF のようにすごいことですけど、うん、まあ、本当にただあったことなんだと、それもたくさんあったことっていうのが分かってくるんですね。今その SF という言葉が出るんで、まあ、僕も見た感想というかこれも誤解を恐れずに言いますけど、あの、まあ、ホラー映画というジャンルがありますよね。ホラーってこう血が飛び散ったりうわーって殺される、でもそれはホラー映画なんですよね。ホラー映画という起きないだろうと思ってるからホラー映画というふうに言うんですけども、僕は見てこう、うん、あの映画のあの瞬間を見た時に戦争というのはホラーなんだなという思うわけですよ。でもそれがホラー映画というのは現実に起きないと思ってるからホラー映画っていうわけで、だけど戦争ではホラーで起きていることが現実に起きているのだということをすごくあれを見てより実感しました。そうですね、そこがだから良かったですね。あの確かに映画化で中で描かれているのはもうホラーだったりゾンビだったりするような、はい、ゾンビの映画と同じようなイメージのシーンがいっぱいあるんですけど、
ただやっぱり皆さんはこれゾンビでしょって思わないでっていうことと、そうですね、一応ね PG12 っていう あのあれがあのついてるんですけど、小学生は、まあ、親の、はい、あの許可とともに一緒に見てよくて、12歳以上はもう自分の意思で見れますんで、中学生以上の人はもうどんどん見てもらって、小学生の人はまあちょっと中学生になるまで待つか、その子供の成長に合わせて、人によってはもう親と一緒に見てもらったらいいんじゃないかな。そうするとちょうど僕も裸足のゲンとかやっぱり子供の時にも見てもうトラウマになりましたから、すっごい怖かったですよね、こういう感じが必要だなと思うんですけどね、絶対、はい、このタイミングで撮ったっていう何か理由があるんですか。このタイミングで撮ったのはですね、やっぱりあのなんか非常に撮りづらい この映画が、僕これずいぶん前から撮りたかった映画なんですけど、なんかこう世の中の風潮がこれ撮りづらい感じになってきてると思って、もっと先延ばしするともう撮れなくなるかもしれないんで、まあちょっとあの条件は全く悪かったんですけど、具体的に言うとお金全くなかったんですけど、もう今撮んないとこの先ないっていう感じ で始めたんですね。いやすごい、すごい熱意がこんな作品を作り上げるんだなと本当に思います。皆さん本当にびっくりするかもしれないですけど、僕はまあお昼に見ましたけども、あの、はい、もうちょっと夜に見る勇気がなくて、でもお昼に見ました。でも良かったです。今まではね、やっぱり劇場じゃないとあの体験って、ちょっとこの劇場体験がじゃないとダメかなと思ってたんですね。DVD とかで見るんでは。でも DVD で見ていただいたんですもんね。僕は DVD。だから音をなるべく大きくして見ていただいて。誰もいない時に見ました。誰もいない、妻が子供と出かけてる間に見ようと思って。そうですね。それで、その中でも、まあこれ映画館で見たら、まあ、とんでもないことになってる人もいるかもしれない。まあだから、これだけ口コミで広がったのかもしれないですけど、本当にこれはね、あの見ていただきたい映画でございます。ノビのブルーレイ DVD 発売したばかりなんで、ぜひこれちょっと見ていただきたいと思います。後半は、またさらに作品の話を聞きたいと思います。さあ、この時間は戦争映画のノビの監督主演を務められた塚本慎也監督を、お迎えしております。ノビの制作をまとめた書籍の出版も準備中。そうですね、あの8月の頭ぐらい、また次の終戦記念日の前には出したいという、はい、ね、どのような本になるんでしょうか。あのね、その映画 その最初の成り立ちから、はい、去年とにかく1年あの劇場日本中回ったんですけど、はい、その劇場アンギャ の様子なんかも全部入れて、ただまあ自分が行きましたってだけじゃなくて、ミニシアターの今の在り方とかですね、それをこう客観的な目線でもこう語ってもらって、ちょっとその僕だけの目線じゃなくて、いろんな目線でそのノビの去年の現象みたいなことをこう見つめていただくっていう感じの本になりますね。目黒の劇場でも公開を。そうですね、明日からやるんですね。これがね、あの前のノビ、市川崑監督が作ったノビと自分のその新しいノビの2本立てなんですね。あ、市川監督も作られて、市川崑監督はね、もう56、7、8年前ですね。結構生々しい時にまだ作ってる。そうですそうです、ね、その2本立てで明日そのトークさせてもらいます。はい、目黒シネマですね。いや、それも面白い、はい、どういう感じで違うんでしょうね。ねえ、僕もだから、いや、この市川崑監督の伸びは僕すごい影響を受けてるんですけど、ただ自分の伸び作る時はもうそのこと全く違う観点で描いてるんで、だから明日も自分で何か何を語るか決めないながらに興味深いですね。自分が何を喋るのか、はい、どういうとこが共通してる、どういうとこが共通してないのかということなんですから。さあ、そして6月2日より3ヶ月連続で代表作7作を、ニュー HD マスターですか、これ初ブレーレか、新谷塚本ブルーレイソリッドコレクション発売。先ほど僕は話しました、もうこれ作品に影響を受けてる方たくさんいるでしょう。鉄尾2、他にも東京フィスト、ボディハンマーですね、バレットバレー、6月の蛇、ビタール、ヘイズ、もう本当塚本さんたっぷりと。これ初期の頃のですね、まだだから当時はそのデジタル化してない映画ですね、はい、これを全部もう一回きれいにデジタル化してで見ていただきたいという、まあ、前と全然違うあの絵と音にまたなってますんで、ぜひこれ見ていただきたいですね。これでも塚本監督こういう作品を一作撮られると、この後の作品って非常にこうまあ期待する、こういろんな期待する気持ちが出てきたりとか、どっちに行くのかなとかって思った方もいると思うんですけど、なんかあるんですか。
ないですね。なんか社会派の作品にうわーってどっぷり行くのかなとか。ああないですね。おそらく全然違うんじゃないでしょうかね。まあ頭の中にいっぱい考えてるのあるんですけど、ただまだやっぱり伸びのことがもっと完全にきっちり終わるまではちょっと次のとこまでまだいけない感じですね。確かにこの作品を、ね、監督にこんなこと言ってますけど、この作品を作ってしまったことにすごく大きな責任がありますよね。そうですか。あると思います。やっぱりこの作品を作って人に見せるということに対してのやっぱりあの作ってしまったすごい作品だからこそ、ね、そのまあ本人はそんなに意識してなくてもいいんですけど、ね、やっぱ作ってしまった責任というか、つけられたものをやっぱ語りたくなる人も多いじゃないですか。いやもうそのぐらいの方が僕はもう光栄ですね。そうですか。もう十分に責任取っていきたい気がしますけどね。いやだからそれがすごいと思います。やっぱりこれをみんなが見たら1万人が1万人、あのぶつけたくなると思うんですよ。ぶつける、ぶつける、監督に感想も含めてぶつけるのを、それを受け止めるのもすごい大変だろうけど、結構ですね、いや皆さんもうぶつけてくださってですね、ただね皆さんあんまりこうバーッとぶつけるんじゃなくて絶句って感じでしたね、見終わった後。はい、ちょっと後ろから動けなかったんです。中学生とかがこう並んでくれてですね、僕に何か話したくて1分か2分ぐらい、後ろに結構行列があるんですけど喋らなかったりとかですね。でもそういう様子見て嬉しかったですけどね、何か伝えたいっていう気持ちが伝わってきて、でも感想はないんですね。これまたね、はい、リリー・フランキーさん出てるんですけど、リリーさんがねもうまあこれにまたこのあの役をやるというすごいですね。リリーさんはね、はい、もう今ノリノリですよね。ノリノリの中でこの作品にいるというね、超ムカつくんですよタバコのね。素晴らしいですね本当に。まあエンターテインメントと言ったら怒られるかもしれないですけど、そこでもすごいと思いますし、本当に面白いと言ったら怒られるかもしれないですけど面白いです。本当にぜひ見ていただきたい、面白いって言ってくださったのは初めてかもしれませんね。はい、でも面白いとは確かに誰も言わなかったですね今までは。なんか言っちゃいけない気がするんですけどでもやっぱり作品って面白く面白くないかで分けると思うんですけど、それで言ったらすごく面白い。あ、じゃあよかったです。はい、はい、だからびっくりさて、ゲーム48この時間のゲストはもう本当にお会いしてこのお話をしたかったですね、塚本慎也監督、よろしくお願いします。よろしくお願いします。塚本監督といえばもう鉄道でね、劇場映画デビューしてもう89年、僕らがちょっと高校の頃ぐらいですけど、そうです、ね、一番こう僕らの時代のこう多感な時期に結構話題になりまして、ビデオで見たい、ビデオで見たいって映画館にねやっぱり行けない時代だったから、でその後もたくさんの映画を撮られて役者さんとしてもこう非常に、活躍されてるんですけども、昨年これハーチューね、伸びという映画があって昨年大変話題になったんですよ、うん、これがあの劇場公開関数はその大きくないくだったんですけども、この、まあ、ある意味こう単館と言ってよろしいんでしょうか、公開という人、ミニシアターですよね、ミニシアター系、いわゆるあのシネマコンプレックスみたいな感じじゃなくて、はい、もう全国のこのミニシアターをずっと回っていった感じで、はい、81巻ぐらいやってくれました、ね、はい、結構多かったんですね、それミニシアターとしてはですけどね。戦後70年の、はい、年だったですね、たまたまで昨年、まあ、この伸びと恋人たちという映画が2つすごくこうやっぱりミニシアター系も含めてこう話題になり、そして、まあいろんな賞を取ったりとか話題になっていました。で DVD になって、僕はどうしても映画館に行きたかったんですけど、もう連日すっごい混んでるってうちのスタッフが言うんで、でうちの映画ねパーソナリティの人みんないいいいって言うんですけど、行くタイミングを逃してしまい DVD が出たのでずっと予約していて見て度肝を抜かれました。この伸び、大岡翔平さんのね、有名な、結構小説というかあれ体験記小説、どういったんでしょうね、あれはね大岡さんの体験を元に書いたフィクションですね、でももう本当に体験してないと絶対書けないようなエピソードがいっぱい入ってますね。でも一応フィクションなんですね。高校によっては結構ね生徒に読ませるところもあるらしいんですよ。前ね教科書に入ってたんですよね。あ、そうなんですか。だから結構皆さんよく知ってる人が多いですよね。なんかね、やっぱ読む世代によってはかなりトラウマになるような、衝撃の、監督自身も結構高校ぐらいの時に読まれた。僕もね高校生の時に読んだんです。どういうきっかけだったかはっきり分かんないんですけど、はい、ちょっと日本文学だいぶ読んでたってこともあるし、はい、多分学校でも教わったのかもしれないですね。でやっぱり衝撃を非常に受けて、もう頭から離れなかったですねずっと。
この伸びの映画の方は、まあ、一言で言うと戦争ものでございますね。フィリピン、第二次世界大戦末期のフィリピンで、まあ、一人の、こう、塚本さん演じる兵士が、まあ、さまよっていくんですね。もう食い物がとにかくないと。その中で、もう敗戦ムード濃厚な中で、どんどんさまよっていく中で、食べ物がない、苦しい、どうしたらいいっていうところで、いろんな兵士同士のちょっとした騙し合いとかがありながら、激しい戦争シーンが別にあるわけでは、そんなに特に前半の方はないですよね。わーって戦い合うシーンがない。本当に自分一生残ったのは、もうすごい綺麗なもう大自然と、そこで人間だけなんでこんなにちっぽけになっちゃって、ドロドロでどうしちゃったのっていうような感じの対比をずっと描きたいと思ってたんですね。ですからそんな小説もそんな感じでしたね、印象は。そうですよね、でもなんかその中でやっぱりあの食べ物がない、苦しんでいく、で人が死んでいくっていう様があって、まあこれね、あの、まあ、内容を言ってももう僕はもうもっと見たくなると思って言いますけども、もう人が、撃たれ、手が取れて腹から腸が出て、頭が弾けてっていうシーンがまあありますが、今まで戦争もので結構いくつかそうやって結構残酷な表現をしてきた映画があります。ついこの間、ほんの70年前に実際にあったことだってことをやはりこう思ってみてくれて、それで皆さんが大きく反応してくださったというのが嬉しかったと思います。例えばウォーキングデッドで人が人を食いちぎるシーンがあっても、それはウォーキングデッドというものの中じゃんと思うんですけども、でもそれが起きてるんだっていうことを、やってたんだっていうことを改めてグッと押し付けられてる感じがして、だから僕らが小学校の時に図書館に裸足の弦があったんですけど、やっぱそれを読むのが怖いんだけど、正直好奇心もあって、こんなことあったのっていうのと、物語が残酷で、だけど、えっていうので見て、うわ、怖いっていう、怖いっていうか気持ち悪いと思いました、正直。だけど、そういう感覚を今の、まあ、中学生、高校生が何でどう感じるかわからないですけど、これを多分、例えば体育館でも公開したら、うわーってなると思いますけど、でも僕、それがすごい大事だなと思いまして。これはね、これからもまだその伸び去年で終わらないで、なんとかこう、非劇場って、そういう学校とかそういうところでもやっていきたいなって強く思ってるんですけどね。はい、なるべくこう、若い人も、中学生以上の人にはまず見てもらいたいなって思ってるんですけどね。でもこの監督が今まで作ってきた作品から一転してというか、全く違うように思えるんですけども、でもやっぱり中でのその撮影のその技とか技術とか、ああいう風にこう戦争での悲劇の現場をあのように表現するというのは、やはりこう鉄夫の時から脈々と受け継がれているこう監督のなんかこう、やっぱそこはすごいですよね。まあ本当に今まで自分なりに培った技術をこの伸びに、はい、もう全部導入したような感じですかね。はい、もう本当に予算とかないんですけど、はい、あとはもう本当にトンチとか知恵とかですね、そういうのを一生懸命働かして撮る感じですよね。でもみんなガリガリじゃないですか。ほとんどこのボランティアのキャストさんとか、あるいはこうボランティアで募集したスタッフをやる条件が痩せてて、ひげはやかしてて、日焼けするっていう条件で、要はキャストもやるという、スタッフだけダメよと、キャストもやんなきゃダメよっていうんで、みんなこう痩せててひげはやかしてくるのはもうね、それが条件だったんで。あ、そうなんですか。ええ、あれ撮影はあれはどこで？撮影はね、たくさんなんです。フィリピンでメインのイメージ、フィリピン の、はい、設定ですから、フィリピンに見えるようにまず一番大事なのはフィリピンで撮るんですけど、でもそこで撮ったのはもうほとんどその田村一斗と僕が演じてる、僕が出てるシーンだけなんですね、ほとんど、はい、あとちょっとありますけどもちろん、はい、であとはみんな日本で撮ってるんですね。沖縄とか、あと仕掛けがあるシーンは深谷っていう、埼玉の、群馬に近い埼玉の方に撮ったりとか、はい、戦いのシーンは、あれも埼玉ですね。あれ夜ですからね、本当の向こうで撮る必要はないんですね、照明も必要ですね。いやこれね、俺ね、ハーチューとかも見たらびっくりしちゃうと思うんですけど、はい、いやもしかしたらもう見ながらおしっこ漏らしちゃうかもしれないですよ。でもそれをね、やっぱ感じなきゃダメですね。
やっぱりそうなんですよ。ぜひね見ていただいてですね、ちょっとこうもう半分ぐらいもちびりながら、はい、あの見ていただくといいんですけどね。なんか僕もやっぱり今子供が0歳ですけど、これは本当にある年齢になったら見せなきゃなと思いました、とかって言うかもしれないですけど、やっぱりこれを知っとく